青山秀樹は日本のドラマー、スタジオミュージシャン、本名も同じ、神奈川県出身、日本芸術高等学園卒業、帰婚、エバーラストのドラムスのほか、日本芸術専門学校の講師も務める。2006年にプロドラマーとしてデビュー以降、様々なジャンルのライブやレコーディングで活動している。ベビーメタルのツアーで演奏する。 青山主にツーバスのドラムセットを使用しているが、ドラムを始めたきっかけは、父親がプロドラマーという家に、ドラムがある環境で育ったことが理由で、中学生で反抗期だった頃に、父親ができないことをやりたいなと思い、父親がワンバスなので、じゃあ、ツーバスで行こうと、親とは異なるプレースタイルのドラマーを目指した。音楽的思考の一つに、洋楽の HR、 hm を挙げており、きっかけは、中学時代に、友人の母が、xjapan のファンで息子も聞かされており、その友人から勧められたことで、そこから、ーバスの良識に影響を受け、xjapan を機にミスタービックなどを聞き始めたとしている。また、海外の好きなドラマーとして、見せ方も含めて、ニッケルバックのドラマーと、コーンのドラマーを挙げている。 自身と同じミュージシャンの親族として、父の青山淳と弟の青山祐希がいる。ドラムセットは、ヤマハ製のメープルカスタムアブソルートや、バーチカスタムアブソルート、レコーディングカスタムなどを使用しているが、現場によっては稀に玉製のものを使用することもある。ペダルも、ヤマハの FP-720 を使用しており、きっかけは過去に使用していた。 FP-910 と同じベルトドライブタイプであったためで FP-910 自体は父が所持していたことや、良識が使っていると聞いて使い始めたという。現在は2バスセッティング時では FP9 を、1バスセッティング時では DFP9 を使用している。ドラムラックもヤマハのスーパーラックシステムを2013年頃まで使用。 その後にカーブパイプを取り入れたヘックスラック2に切り替えている。シンバルはパイスティ製をドラムスティックはウィンセント製の W-5B やシグネーチャーモデルの W ハズを使用している。またロックやメタル系の現場で使用しているドラムセットの構成は2バス、3タブ、2フロアという多点仕様が特徴的でクラッシュシンバル類は若干高めに設定。 エフェクトシンバル類は少なめになっている。その他、レイ、スムルース、ところジョージ、キッカはコージの作品にも一部の楽曲で参加している。ありがとうございます。